はい、どうも、サラクーです。今日は2022年2月7日月曜日になります。今日の話題は、ちょっとですね、ドローンのね、基礎講座っぽいもので、上空の風について話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、改めまして、サラクーです。今日は2022年2月7日月曜日になります。今日の話題はドローンの基礎講座ということでですね、上空の風の話をしたいと思います。実はですね、以前にも上空の風の話っていうのはね、したことがあるんですけども、また最近になってですね、上空の風がどうなっているかというふうなですね、リクエストを何回かですね、またね、もらっております。で、ちょうど1年ぐらい前にしたんですけど、もう一回ですね、その話をね、してみようかなと思いまして、今回ですね、ちょっと雑談形式にはなるんですけども、以前の資料を使ってですね、話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではですね、早速資料の方を見ながらですね、説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、こちらがですね、資料になります。ちょうど1年前ですね、こちらの話はね、したんですけども、上空の風についてというのはですね、ドローンのね、基礎講座っぽい話をね、しました。今回ですね、おさらいにはなるんですけどもね、こちらの方ですね、もう一回ね、話していきたいと思います。で、一般的にはですね、地上よりも上空の方がね、風が強いです。こちらはですね、皆さんのね、肌感覚でもね、よくわかるかなと思ってますけども、今回はですね、そちらでも、ドローン飛ばすっていうのはですね、大体150メートル未満のことが多いので、大地高度ですね、数百メートル付近までのね、風の話についてですね、話してね、いきたいと思います。で、その前なんですけどもですね、上空の方が風が強い理由っていうところをですね、ちょっとですね、解説していきたいと思います。で、上空の風が強くなるね、原理についてなんですけども、こちらですね、今、A 地点、B 地点っていう2つのね、地点をね、用意しております。で、A 地点が低温で、B 地点がね、高温だとね、すると、で、B 地点の方がですね、空気が軽くなって、空気の層がね、厚くなると。いうことになります。こちらはですね、熱気球とかね、想像していただけるとわかるんですけども、熱気球っていうのはね、浮かびますよね。なので、空気がね、軽くなるということで、さらにですね、空気の層がね、厚くなります。こんな感じですね、高温の場合の方がですね、空気の方がね、厚くなるというような感じですね。低温の方がね、ちょっとね、薄くなってて、高温の方がね、ちょっとね、厚くなるようなね、感じになります。で、その時に、このね、地上付近がですね、ほぼ同じぐらいの気圧なんに対してですね、例えば5500メートルのところを見ると、こちらの方ね、横に見るとですね、結構ですね、その等圧面というのはこういうふうになってるんですけども、それに対して結構その、気圧差がですね、大きくなっているということがね、わかるかなと思います。つまりですね、気圧差が大きくなるということは、上空の方がですね、風がね、強くなるということになります。なので、皆さんがですね、思った通りですね、地上よりもどんどん上空に行くに従って、風の方はね、強くなるということになって、ね、これがですね、上空がね、風になるね、原理となります。あと簡単にですね、偏西風についてもね、触れていきたいと思うんですけども、日本っていうのはですね、中緯度帯というところになってます。で、中緯度帯っていうのはですね、こちらの北極とかのですね、高緯度帯とあと赤道付近のですね、低緯度帯のちょうどね、間に挟まれたところに日本があるんですけども、こちらがですね、中緯度帯になります。で、もちろんですね、その赤道付近はですね、高温領域になるし、こっちの北極の方はですね、低温領域になるので、暖かい方からですね、冷たい方にこういうふうに気圧経度力というね、こちらのね、力がね、かかります。で、単純にですね、地球がですね、自転してなければ、南からね、北に吹くような風で、南風がですね、卓越するようなですね、ことになるかなと思うんですけども、地球というのはね、自転してます。で、自転することでですね、コリオリ力っていうものがね、あるんですけども、で、コリオリ力っていうのがですね、北半球の方では、物体がね、動く方向にね、直角右向きにね、かかります。こういうふうにですね、動いた時に、こちらの方にね、力がどんどんかかってきます。で、それがですね、気圧経度力とコリオリ力がですね、ちょうど、釣り合った時に、これがですね、落ち着くということで、そうすると、ね、どうなるかというと、こういうふうなですね、
まあ、西に偏った風、つまりですね、偏西風がね、吹くことになります。なので、まあ、注意度点日本ではですね、まあ、偏西風がね、吹いているということになっております。で、こちらですね、上空に先ほど説明したですね、あの風がね、強くなってね、話をね、したかなと思うんですけども、まあ、西風がですね、どんどんね、高度のところにね、増加していくということになっています。ただしですね、こちらに関しては、もう本当上の方ですね、まあ何千メートルとか、まあそこら辺のところでね、話になってくるので、まあ今回はですね、まあドローンに関しての話になりますので、もっとですね、地上付近のね、ところをね、話していきたいと思います。はい、ということで地上付近なんですけども、地上付近というのはね、大気境界層と言われているような部分になります。まあ、大体ですね、陸面とか海面から約500メートルから2キロまでのね、大気層ことをですね、大気境界層とね、呼んでます。で、そこら辺はですね、地上表面との摩擦やですね、熱量のね、影響が大きくて、まあ、自由大気のがね、上にあるんですけども、そことはね、区別されて、まあ、こういうところですね、中部分がですね、大気境界層ということになります。で、まあ、ここら辺はですね、まあ、よくですね、対流って言って、ぐるぐるこういうふうにね、空気がですね、かき回されてるんですね。そういうところはね、混合層とね、呼ばれてて、まあ、よくですね、空気がかき回されるんですね、まあ、延直方向に一応なってるってことがね、よく多いです。でですね、地上付近のね、風速についてなんですけども、まあ、こちらですね、まあ、一般にですね、地上付近のですね、風速っていうのは、地表面のね、摩擦の影響ですね、上空に比べてね、弱いっていうことがね、多いです。まあ、例えばですけども、こういうふうな大都市付近とかと比べてですね、平野の原とかですね、そういうふうなところですね、結構、その地形によってですね、変わったりします。まあ、そこら辺のね、計算というのはね、次のところにね、してるんですけども、例えばですね、150メートル上空の風っていうのが、草原ではですね、4.4 メートル、秒速ですね、4.4 メートルに対して、大都市では 11.6 メートルということで、約ね、2.6 倍強くなっているということで、まあ、例えばこんな高度10メートルでね、同じ風がね、吹いてたとしても、大都市付近の場合はですね、下の方はですね、結構摩擦があるので、なかなかですね、風が弱くてもですね、実は上の方はね、強かったりすると。逆にですね、平野とか草原みたいな何もないところは、まあ、ここら辺がね、10メートルぐらいがね、3メートルだとしても、まあ、150メートルのね、4.4 メートルでほとんどね、変わらないっていうようなね、形になっております。ただ、こちらに関してはあくまでも、まあ、平面みたいな感じですね。この山岳部とか、起伏がですね、激しい場所とかですね、あと高層ビル群、まあ、よくね、ビル風とかね、あるかなと思います。そういうところはですね、まあ、局地風がね、卓越するということで、大きくですね、変わったりします。なので、あくまでもね、平坦な場所でのね、目安ということになります。あとですね、地上付近の風速ということで、実はですね、日中と夜間、朝夕でですね、対流活動の、ね、差があるということに結構ね、変わったりします。それでどういうふうにね、どのぐらい風が吹くかっていうところですね、差をね、見ていきたいと思います。はい、こちらはですね、風速の日変化のね、グラフになります。こちらは日中で夜間ということで、このね、赤がですね、8メートル。で、このね、黄色が50メートル、で、100メートル、200メートル、500メートルですね、どんどんどのぐらいですね、風速が変わっていくかっていうのをですね、まあ、日変化をね、見ているものになります。で、まあ、こちらを見るとなんですけども、実はですね、その地上付近8メートルですね、日中、こういう風速がね、強まります。ただし、50メートル付近では日変化が少なくて、さらに上に行って100メートルとか500メートルですね、地上付近とは、ね、逆のですね、日変化します。こういうふうに、地上付近ではですね、こうやって夜間はね、弱くてですね、日中になって強くなって、また弱くなるというようなですね、日変化を起こすんです。逆に上の方では、夜間の方が強くて、日中がですね、こういうふうに弱まってですね、また夜間にね、強くなると。いうようなね、形になってます。これはなぜかっていうと、日中の方はですね、対流活動がね、活発なので、よくですね、地上付近のね、空気とね、混ざるんですね。なので、上空とのね、風速差が小さくなりますと。で、一方ですね、夜間とか朝夕とかは、対流活動がね、小さくなるということで、逆にですね、このですね、風速差がね、大きくなるということで、日中はですね、このぐらいしかね、差がないんですけども、夜間ではこれだけ大きくなるということになります。なので、まあ、飛ばす時間帯によってですね、地上との、ね、風速差が変わるのでね、考慮がね、必要になるということになります。あとですね、風向とかね、風速の情報についてっていうのをですね、私がですね、活用しているサイトっていうのをね、簡単にですね、紹介したいと思います。
まず一つ目なんですけど、こちらですね、もう気象庁ですね。気象庁のアメダス。こちらでですね、風速をね、見ることができるので、こちらですね、気象庁のですね、ホームページをね、抜粋したものなんですけど、こういうふうな、ね、これ、ね、今関東地方なんですけども、まあ、結構ですね、まあ、調子あたりがね、14メートル、結構このぐらい大きなね、風がね、吹いてたりするんですけども、まあ、例えばね、この東京湾あたりだと、ちょっとですね、風が弱かったりと、あと内陸の方とかね、このぐらいね、風が弱かったりとかね、こういうのがね、あのアメダスね、見ることができます。あとですね、よく使ってるのがね、ウィンディっていうね、こういうね、アプリがあるんですけども、これで、ね、使ってます。こちらこんな風なね、ちょっと拡大しますけども、こういう風な、ね、風がですね、どのぐらい吹いてるかっていうのはですね、あの見ることができます。まあ、こちらですね、まあ、iPhone 版もありますし、Android 版もあるので、まあ、ストアでね、ウィンディでね、検索してもらうとね、わかります。これは結構ね、使えるアプリなので、ぜひですね、検索かけてね、調べてみていただけるとね、いいかなと思います。はい、ということですね、まとめになるんですけども、まあ、一般的にね、上空の方はね、風が強くなる。まあ、こちらはですね、皆さんのね、まあ、常識でもね、まあ、大体肌感覚ね、つかめてるかなと思うんですけども、まあ、やはりね、気をつけなきゃいけないのは、まあ、海のようなですね、表面がですね、滑らかなところですね、上空と地上とね、風速差は、ね、小さいんですけども、一方ですね、住宅地や森林のようにね、でこぼこしたですね、上空と地上とのね、風速差がね、大きくなりますというところですね。あとですね、日中飛ばす場合とね、夜間とか朝夕ですね、まあ、ここら辺のところで結構変わりますというところですね。日中ではね、風速差がね、小さくなんですけども、夜間ではね、逆にね、大きくなるというところはね、注意が必要です。ということなので、まあ、上空ではですね、飛ばす場所とですね、時間帯に注意してですね、まあ、無理な飛行はね、控えましょうということになります。はい、ということでね、資料の方はね、以上になります。はい、ということで以上がですね、上空のね、風の話になります。これちょうどですね、1年前にね、話したんですけども、まあ、飛ばす場所とですね、時間帯にね、注意してくださいということになります。まあ、例えばね、飛ばす場所に関しては、例えば森林とかですね、飛ばす場合、森林の場合はですね、要は地表表面ですね、森林にこうやって木が生えてるので、結構ね、デコボコしてますよね、こういう風に生えてるからね。その時は結構その地上付近はね、風が弱くても、上空ではね、風がね、強いことが多いです。で、一方ですね、海とか川の場合は、まあ結構その風の通り道なんてね、風がね、強いことが多いです、地上付近でもね。ただ150メートルのところで飛ばした時に結構ですね、すごいね、突風がね、吹き荒れてるかというと決してね、そうではないということですね。まあそこら辺のところはね、まあ肌感覚で覚えておいた方がね、いいかなと思います。どういうところに飛ばすとかっていうのがね、重要かなと思います。あともう一点はですね、日中で飛ばすかとか、あとは夜間朝夕で飛ばすかっていうところで、ね、違いがあります。まあ、日中の場合はね、空気はよくかき混ぜられているので、地上付近とですね、上空のところでね、そんなにですね、風速差ね、ないんですけども、夜間とか朝夕の場合は、地上付近はね、そんな吹いてなくても、上の方ではね、結構吹いてるってこともね、あるのでね、注意してくださいということになります。はい、ということでですね、まあ、こちらの話、まあ、1年前にね、1回同じようなね、話をしたんですけどね、やはりね、上空の風っていうのは、まあ、気をつけてね、考えなきゃ、ね、いかないと。いうことになります。はい、ということで今回ですね、ちょっとね、雑談ね、形式みたいな形になりましたけどね、話題としてはね、以上となります。ではですね、次の動画でお会いしたいと思います。以上、さらくでした。さよなら、バイバイ。